い、チーズ。おはようございます。ありがとうございます。お願いします。すみません。あ、絶対勝つ。お願いします。はい、です。今日はバッチリですか。今日もバチバチよ。あ、もう。押し上がって。押し上がって。始まりましたね。はい。ライジン。33ですね。はい。埼玉スーパーアリーナにやってきたということで年末のライジン、はい、勝敗予想とかしてて、そうそうそう、その勝敗予想をね、こうちょっと企画にしてみないかということで、そうよ ね。で、まあしたんですけど、たまたま3試合だけ被らなかった試合があったということで、まずその試合発表しようか。はいはいはい、はい、まずはね、はい、萩原選手、萩原恭平選手と、はい、怪物くん、はい、鈴木選手の試合がまず割れたと。確かに。だから僕はね、勝ってほしいのは、はい、まあ、個人的なね意見として勝ってほしいのは、まあ、萩原選手、はい、まあ、個人的に好きなんで、うん、なんですけど、まあね、怪物くんパワフルなんで、確かに、こうあのスタンディングだったら、うん、ちょっとわからないかな。グランピングだったらね、あの多分萩原選手に分があると思うんだけど、まあちょっとパワーで押し切るのかなっていう。なるほど。でもそこを肘でボッコボコにしたいと思います。それグルさんにとってやらなくていいんで。いや、肘でボッコボコにしてくれると思うんで、僕は、萩原選手に1票、はい、で、次の試合か、コウジ選手と、ヤーマン選手。ヤーマン選手、はい、俺はヤーマン選手をかけようかなと思ってまして、はいはいはい、その理由は、まあ、最近来てて、はい、アグレッシブなんで。確かにね。で、結構打たれ強いし、結構前に出るんで。確かに確かに。ちょっとイケイケでワンチャンあるんじゃない。あ、勢いで。そうそうそう、もう流れをね、うん、作っちゃうと自分で。そう、俺の予想は、ね、あ、確かにね。僕の予想はね、あのコウジ選手、やっぱりあのカリスマ性があると、はい、うん、やっぱ勝ってほしいっていう、こう願いがあって。確かに。こうだから、そのスキル云々とかじゃなくて、はい、まあ、シンプルに僕は、まあ、応援したいかなっていう。写真撮りますか。この間、この間話ですか。この間K1 の時にね。写真撮りますか。あ、いいです。はい。あ、じゃあ先にいいですか。あ、いいですよ。ボブ。ありがとうございます。じゃあ、よつぼくんの間に、よつぼくんの間に。頑張ってください。ありがとうございます。あ、どうぞどうぞ。カメラマンだ。そうや。行きます。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。はい、チーズ。ありがとうございます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 。はい。はい。ありがとうございます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 。テンポよくいこう。はい、ありがとうございます。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 キャッツ。これ読んでると。分かりますか？これ。入ります？これ。いけるいける。OK です。ありがとうございます。ありがとうございます。OK です。ありがとうございます。ありがとうございます。偽物ですけどね。ありがとうございます。ちょっと待ってもらっていい、これ大丈夫、これやばいことになってる。これ火くれんじゃない、これ。ありがとうございます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 。はい、あ、グッサンさん。あ、
がとうございました。はい、チーズ。これだったんだよ。俺違うの持ってきたら殴っていかなきゃ。できます。今日誰の応援するの？もちろんね。ありがとうございます。バチバチやる。ありがとうございます。どうぞ。OK です。ありがとうございます。OK。はい、すいません。ありがとうございます。OK です。ありがとうございます。ありがとうございます。1年半 YouTube やってきてて一番ご機嫌やったんやけど、こうなっとったやん、こうなっとるから次誰か 熱整備した人いるからね。えぐいことなっとる。あ、すごいなこれ。ハンバーガー売った方がいいんじゃない？ハンバーガー売った方がいい。ありがとうございます。インタビュー OK です。ありがとうございます。 YouTube OK です。さっきから写真撮ります。はい。ちなみになんですけど、今日誰を応援する？ミルクさんです。あー、俺は全然リアルだ。リアルは萩原君。あー、萩原選手。あー、ありがとうございます。この前ぼちぼちやった2人を確かに応援してるという。まあ、俺は勝つんで、まあ、萩原選手。あー、まあ、僕も応援してるんで。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。頑張ってください。OK。ありがとうございます。ちなみになんですけど、はい、今日、誰応援されるんですか？朝倉未来選手です。ちょっとミルクの前だからそう言ってるんじゃない？結構ガチだよ。結構ガチだよ。まあ、ガチガチで、ね、まあ、本気出すんで今日は。確かに。楽しみ。何で倒されるのに。あれですか？はい。まあまあ、それはお楽しみよ。それが格闘技なんです。よろしくお願いします。お願いします。応援してます。ありがとうございます。殴ってもいいかな？まあ、応援しないです。殴っていいかな？ありがとうございます。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 ちょっとイレギュラーで写真会がなんか始まったということで、俺も多分今までにないぐらいご機嫌やったんで、もうすごい震えてる。僕も人生で一番ハイチーズ言ったから確かに。なんですけど、まあ、話戻りますと、はい、で怪物くん鈴木選手の勝敗は、俺が、萩原選手で怪物くんと、はい、で2試合目の、2つ目の高知選手と山本選手は、まあ、俺が山本選手、そうそうそうで高知選手、そう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 で3組目は天心君とゴミ選手の戦いですね、はい、でそこを僕はゴミ選手とで天心、まあ、天心君と、まあ一度天心君戦ったことあるんですけどまあまあまあ体重差もあるしゴミ選手勝つんじゃないですか。ちょっとあの時やられたから根に持ってるんじゃない？いやいやいや、やっぱ体重差ってやっぱでかいんで。確かにね。まあ、間違えるんじゃないかなっていう感じよ。まあ何が合うかわからない、うん、でなんですけど、この勝敗予想で、まあ、罰ゲームを考えててまあただ単に罰ゲーム普通にねやってて面白くないんで、ちょっと31日です。12月31日で、まあ、明日1月1日なんですけど、新幹線のチケット2枚しか買っていません、はい、ということでカメラマンの人と僕が言うわ、カメラマンの人と、まあ、僕らどっちかの予想を外した方はもう今日帰れないと。そう、埼玉に置いてけぼりで、そうそうそう、埼玉で年越してもらうっていう最大の罰ゲームよ。しかも一人だから、そう、残るのはね、まあ逐次ちょっとそうそうそう取っていけたらなと思います。で、まあこの動画出てくるにはもう結果出てると思うんで、はいはいはい、まあその辺もちょっとお楽しみということで。いやでもやばいな、まあ1年通して最後集大成なんで。確かに、とんでもない。あれ、また健之介さんじゃない？違う、これ黄色いの健之介さん、また。だから、まあ、最後に、とんでもない罰ゲームが待ってるんで、はい、まあお楽しみということで、はい、まあ、早速なんですけど行きますか。行きますか。ということで行きまーす。ミルク結果をお知らせいたします。ジャッジ大山30対29、青山やばい。
なあかん。ジャッジ和田30対28。終わりましたということで結果発表、四つ葉くん埼玉居残りです。いや本当に言ってる。いやもうこれは勝負なんで、あの居残りは決定です。ではよろしく。あ、もうここでバイバイ。余裕でね、ここでもう僕ら帰らないといけないでしょ。急いでるんで。じゃあ僕ホテルでも行きますか。てか、あの時点で取っとかないとダメよ。いやついついね、試合を見入っちゃいました、ね、まあまあ、これも勝負なんで、まあ、負けたら、やつにはもう未来はないということで。いやー、格闘技の試合と同じ、はい、そうですね。ということで、もう、早速なんですけど、帰りますか。はい、はい、じゃあ、ご視聴ありがとうございましたということで、お疲れ様、良いお年を。良いお年を。本気で置いてるからね。はい、じゃあ、お疲れっす。お疲れっす。はい、ということでね、四つ葉くんと、もう解散して、あとは帰るだけと。で、ちょっと雷神の感想を言い忘れてたんで、最後ちょっと言おうかなと思います。今年コラボしていただいた、朝倉未来さん、甲斐さん、あと天心くん、金太郎選手の試合を最後まで見届けることができて、そうですね、まあ勝敗に関わらずすごい感動したというか、まあ、僕もちょっとエンタメの方から、格闘技の方をね、やっぱちょっと微力ですけど広めたいっていう気持ちでやってるんですけど、やっぱ本物は違うなっていうのはね、実感させられたというか、さすがすごいなっていうのはまた実感させられましたね。年末すごかったです。まあ何よりミクルさんがリベンジ果たせてちょっと嬉しかったですね。まあそんなところですか。四つ葉くんはほんまに置いて帰りますか。四つ葉くんはガチで置いて帰ります。ガチなんで本当に。じゃあ帰りましょう。じゃあ帰りましょう。じゃあお疲れ様です。合わせみんなで寄り添って、マスクなしの笑顔を取り戻せ。 OK 切って落とされた火蓋、言葉取り除くコロナ。どうせなんて言わないで、ネガティブになったって仕方がねえ。 OK 切って落とされた火蓋、言葉取り除くコロナ。どうせなんて言わないで、ネガティブ吹き飛ばしてこの先へ。